オーバーウォッチ2移行に伴いバトルネットワーク家庭ゲームと統合されるんだ。統合されたヒーロー。あははははははは。え、モイラさ、モイラいる、モイラいる。パンシー、キムチ鍋セブン、そういうこと？あれ欲しいな。プレイアーケードトレーニング練習場。めちゃくちゃもうゲーム自体がもうクソうるせえ。うるせえ。ちょっと待って。音声マイクも何もかも変えてるからな。あ、ちょっと待って。わい、ハムすぎるって。めちゃくちゃマイク変わってんな、音質。超クリアになってんだけど。マイク2万ぐらいにして。バカじゃん。キーボード1万台に変えた。どうした、買い替えた。買い替えた。俺はもう相変わらずジョニーのフルを変わんないですよ。エルードは変わんないんでしょ、これもう1と。まあでも5対5になった。ああ、5対5になったし、タンクはソロになった。あー、もうその分なんかもう打ち合い芸が増えた。タンクめちゃめちゃ硬いよ。あ、そうなんだ。オリーサとかもうほとんど前のスキルないし。え、耐久値が上がったの？ HP が上がったの？タンクは HP と防御力大体上がってる。あのズームフィストとかタンクだし。え、アタッカーじゃないの？ズームフィストタンクになった。わけわからんし。ザリアがタンク最強って言われてる。あー、なんかね、サウンドやべえってマジ。サウンド100なんだけど。ふざけんな、こいつ強すぎだろ。あ、サウンドちっちゃい今度。あー、もういい。すぎ。あ、お前じゃん。新キャラ、新キャラ。あ、なんかね、こっちがいいね、こいつ。あ、やめろ、お前そういうのよ。おい、
クソガキが何これ、ザリア、タンクのザリアは最強。アタッカー、それカケルのやつ。あ、ほらアタッカー2の新キャラだね。お前さ、あ、絶対カービィ強くね。はぁ、めちゃくちゃ強くね、それ超強いやつで。何その変なビームみたいなやつ。なんかフィールド上に継続だ。ビームは弾当てると100までチャージできて、うん、100で手帳とか入ると大体なんで死ぬ。なんか200ぐらい一瞬で死んだんだけど。覚えてんね。うん。なんで豚だってお前。あ、こんにちは。う、どう。あ、終わった。終わった。あれ、しすぎだね。いいな。あれ。あれ？なんかホグ火力下がったね。ホグ火力下がった。だいぶ下がってる。そもそも、でもモイラーはでも体力200だ。はぁ、違うモイラーなんだよ。ザマ見やがれ。あ、モイラお前以外のモイラ、モイラ対モイラしてる。お前、コイク取ってんじゃん、お前。なるほど、これ初オーバーウォッチだ。タンクソロだから、タンクのあれがすごいけど。まあ、モエラかな。いや、もうオートヒーだ。なんか、キリフって。ほー。キリコ最強だよ。なんか強いらしいね。強いね。ウルトラマジックソって。アタッカーは何増えたの？アタッカーは、さっきはソジョン。上のやつと。アタッカーソジョンぐらいで、アタッカーがソジョン、タンクがジャンカークイーン。はあ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 、ソジョン取られた。ああ、これジャンカークイーンね、こうマットマギーみたいな。そうもうそれマットマギーじゃん。いや、まずマジでマットマギー。え、マップも変わってんのこれ。変わったマップもある。おえバッフィオン希少すぎ。希少いのは変わんないんでしょって。それ希少いの変わんないね。へえ。しかも射撃モードになりながら動けるようになったら。チータやん。あ、シグマ強いね。シグマ出してても、シグマ溶かせる、溶かした。いや、バケモンじゃんお前。おらおら、ゲーム自体久しぶりよ。最近やってない。やってないやってない。俺行き過ぎだって絶対これ。どうでもいいこと言うけど、青いめちゃくちゃバロ強くなってる。青いうまい。うん、プラチナまでいってるからね。そう、パリゲーエクセプトだね。うん、俺はもうシルバーが精一杯。負けるんですね。センスない。あ、あれがない。配信でウルトも買ったんだよね。え、ヒール間に合わないですねこれ。あ、ごめんなさい、俺悪かったって。トレーサーキモいな、スピード感がマジで。うん、早いやつだって強い。あ、やったソルジャーやった、ソルジャーやった。左に外回ってる、左に外回ってる。宇宙やる。うら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 、お前のナイス。あとあれだ、なんか中にいる。僕の目の前に、ね、
逃げました。ナイス。強い。あ、いってー、ダブルアタッカーの火力が高い。やばい、タクティカルバイザー、これめちゃ刺さんね、火タンクいないから。あー、もうクソ刺さる。タクティカルバイザー、そんなに暴れてない、タクティカルバイザー。え、ゴリラいいね。ゴリラもだいぶ強かったね。硬くなったからな。いや、これ生きてー。あ、ウルト撃たれた。痛い。シグマやりたいね。シグマがね、マジで強い。シグマの弱素硬くなったから、本当に強かったよ。シグマロー、シグマロー。え、強すぎ、シグマ。勝てー。シグマ、ガチ硬い。いや、シグマ。あ、ウルト死にました。痛すぎ、痛すぎ。リパッシュ。あ、なんかモイラいる。なんかモイラ弱体化きた。あっちやもね。あ、弱くなった。そう、ちょっと弱くなってる。おえ。ヘッドショット判定なくなった。それじゃ、それじゃやった。ナイス。おー、強い、ナイス。まだロレやってんの？ロレやってるよ。バケモン。えらい、ランクってかレベルどれぐらいのアカウント？今俺115が。あー、でもそんなもんなんだ。言うてそんなもん。おえ。ロレやってないか。あ、他のゲームやってんだ。メインでやってるけど、結構今コットのベータ中はコットやってたりとか。あー、俺も入れたけどセンスなくてやめた。カットとかでやれよ。いや、もうクソ弱え俺。フラグもうみんな30キルとかしてんのに俺だけ4キルとか。やばいやばい。この部分懐かしいな。え、あ、いと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 。つけられた、ダリー。痛くね？ないない。だいぶ落としてる。なんでお前一人で生きてる。俺お前捨ててたのに。シーグマくん行き過ぎ。やっちゃった。俺後ろに逃げるからお前一人にした。やべ、それじゃ、ショットスキャル。アイテムリーパー出してきた。リーパーやれ、リーパーやれ、はい、あ、強くね。ゼニアってやろう。非常に良くない？シグマちゃん、シグマちゃん、あ、ごめんなさい。まだに殺された。わら、つえ。そういうことしちゃうんだ。やばい。え、死ぬ？でもまだお前死んでないよ、強いね。俺は死んでないんだ。やるよ。俺以外はみんな死んだ。やめろ、ファラ。
マシ落としたシグマやった。だってヒーラーにはやったファラもやった。ウゼンやった。あ、強え、ファラ。あ、強え。チームキルした。チームキル。うーあの、まあ、オートエムですかね、このキャラ。さすがにもうエム関係ない。あ、もうインキャッシュや俺。バロラントみたいな待ち方やめてもらっていいですか。バレてない、バレてない。タクティカル注意。あ、ウルト言ってんかも。あ、強くないそれ。あ、入らない、入る。あ、え、あ、ドルジャスしたからセクトで。なんかわけわからんやつに殺された。トルピオンいる相手。あ、トルピオンかこれ。トルピオンキモすぎ。いた。は、何やってんだお前。お、鬼か俺。これあれか、合わせるかみんなと。暴れよ。いや待つ。あいつウルトめっちゃ切ってる。お前、お前。ゴリラ使えるって。それやった。それでかいな。マシやる。マシやった。お前らもやった。俺でけえ勝ったなこれ。あ、OT だ。え、なに？シグマどこ？シグマ殺せ。シグマ殺せ。どこ。キリポ欲しい。あ、やった。あ、強い。いいですね。まあ、所作場か。ネットね、別にそんな下がってるわけないんだよ。なんか、あ、俺？何もやってない。本当に何もやってない。ビームやってただけ。俺は。あ、もう美味しいこれ。あ、美味しい。キルパクしてるだけやん。めちゃめちゃ攻めるもんや。もういいな。いや、もういいな、楽しいよ。モイラ別に何も変わってないよからな、逆にやりやすいんじゃない。やりやすい。逆にモイラしか使えないんですけど。ちなみにヒーラーで一番強いって今言われてんのルシオだから。あ、そうなんだ。ルシオが今めちゃくちゃ強いって言われて。え、上がったの能力。あ、能力値も結構上がったし、なんかスポ硬くなったルシオが。あいつタワーでさえ硬かったのに。なんかでもゲームバランスいい感じじゃない。いや、そう、なんか55じゃん。でもなんか耐久値高くなってるから。そうそう、いいね。タンクが沈んだらマジで終わる。うん、へえ。オリーサがガチ強いけど。どちらやこれ。何それ、弁慶みたいな。これオリーサだからでしょ。メタル化と敵吸い込むのはなくなったの。そう、メタルがある。そのなんか KO みたいなナイフは何なの。相手にノックアップ、ノックアップ。へー、強いね。一瞬スタン、ここ売るところ。怖くない、これ何。ダメージ。だから一瞬その円の中に敵を引き寄せるよ、近くの敵を引き寄せて、うん、やらなきゃ。回してる間にパワー充填されていくときに、あーで近づいてきたやつ殺すみたいな。そうベースみたいな。ダイラントの 500% とかまで貯めれるんだけど、基本的には貯めないから。あー、中くらいでもアタッカーとヒーラーを溶かせる。そういうフェンスとかですぐ撃ってもそれなりのダメージが入る。あー、なるほどね。体力550ある。降りちゃって、でかいね。バリアはバリアが2つ塗って、この2つストックになって、例えば連続で味方に貼れたりとかできるようになった。ああ、え、そうなんだ。そう、時間は一緒を、例えば味方に貼ると自分がしばらく貼れなくなったりとか。ああ、そういうことね。
ほーん。いや、強い。ちょっとランクとかちゃんとやろうかな、オーバーウォッチ。いや、俺もランク結構ちゃんと考えてんだよな。でも、ジョニーとシューあんまりやってないでしょ。やらないだろ。あこれ、こいつマジですよ、このキリアタッカー。いや、これヒーラー。おいこのダメージなのか。キリフ。源氏みたいだね。あーでもなんかアタック遅いねこれ。あ？ヒールや。あ右クリは？右クリあ左クリがヒールで右クリがクル。あーなるほどね。ヘッドショットバイクね3倍あるし。これ何この E？無敵と状態異常回復。はーい。一瞬無敵になるのと状態異常全部回復できるから阻害も回復できるし、えアッシュの何この何このシフト壁とか関係なくこれ瞬間的に。じゃあモイラの上位交換ねこれ。そう。なんでできる？これ使えるの確かバトルパス持ってたね。あーそういうことか。だから課金か。そう。どうやって使うのこれ。狐様やね。これがガチですよ。ブルト？これガチですよ。この状態でクナイとか投げるのマジで。あ、なんか早くなったね。そう。攻撃のマットマギーやん。移動の速さがめっちゃ速いね。あ、アタックしてくれ、ね、これ普通に。これでリーパーとかがそこ通るとマジでやばい。戦車。そう。あバスティオンもこれで火力上がる。え、シフト何これ長押し？いや、もうシフトただのクリック。え、うる、ひさささ。なんか技出ないんだけど、シフト。ひさささ9。9じゃない。あ、なるほどね。か壁貫通のシフトがなんか押せないんだよね。左。味方のいるところじゃない。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あ、そうそうそう。ああ、そうなんだ。マシみたいな感じか。だからここからそう。ああ、なるほどね。じゃあここからの活躍の。あ、そうそうそう。把握。日本人だから壁のこれ。機動力めっちゃ高いこのフィギュア。え、強くね？強い。でも回復が速着じゃないから。あ、まあゼニアッタ的な。お札がちょっとつくまで少しかかるみたいな。めっちゃエイム重要じゃないこのキャラ。結構重要これ。え、月使おうかな。オートエイムではあるけど、この間に障害物とか挟んじゃうともちろん貫通しないから。ああなるほど。あ、これ E 隙も当てないといけないんかちゃんと。そうだよ、勝てない。勝てないね。見つけちゃったんだ。あー楽しいね、KTA。あ、いいじゃん。あー、そう。やばい。あー、なんかレートも上がるんだ、攻撃の。そう。あー。だって強いこれ。あとクナイもなんかかっこいいねこれ。クナイかっこいい、ね、ジェットみたい。チートキャラじゃんそれ。こいつマジで強い。本当に強いこいつ。やばいね。あれさっき取られてたんか。そう取られた。タンクハルトいないの？え？ハルト。625ってどうなんだろう。500だったっけハルト。あと500いくわ。さあ体力自体も上がってるけどシールドが下がったんだ。1500じゃなかったっけ。わあ1600だね多分。ただ E が2回打てるからそれがえダメージ変わんないの俺。ダメージ変わんない。バカ強くね。E 式が2回打てるってどういうことかって。シャターめっちゃたまりやすくねこれ。本当にやばい。
オーバーウォッチの最後ら辺のバフでそう目の前でやってるようになってるから。俺もうハルトも俺使えるようになったんだよな。ハルトも強い。ハルトとヒーラーしか使えない。アタッカー一体も使えないからな俺。右バクソ硬いね。おいハルトいいじゃん。ジャンカークイーン。おおいい。長すぎる。名前で終わりだって。え、なにこれ。あ、これまた待つパターンだったこれ。そうだよ。恐ろしいって。あれないの優先パスみたいな。あ、優先パスないの。ないの。言われてみれば。相当人がめちゃめちゃいるから。あ、逆にマッチしないってこと？そうそうそう。あ、溢れてるってことか。だってタンクだけで選ぶと2分で待ってるよってないだろう、ね、だろうな。ヒーラーとか3分って書いてあった。タンク1枚でよくなったからね。やっぱ話が変わってる。キリエツくんを。源氏にボコされました。源氏確か幼なじみ。あ、そうなんだ。まあそれは源氏の方が強いよな。お前かよ。これ。くない全然聞かなかったんだけど。そじゃないか。バイバイ。あごめんって。うぜえ。本当に持ってかれた。キモすぎ。なんかでもアカウント統合できるらしい。できるよ。何お前。あ倒せたのにな。もう見がお前だよ。あ、シーバックじゃん。え？ああ、久々にやるか。なんかオーバーウォッチワンツーってそういうことか。ワンツーの違うやつ、ハルトとか違うから。もえら髪かき上げてる。選択画面いいよな。いい。これでもこれあれ出ちゃってんじゃん。アタックとかキル数とか。これ喧嘩になるじゃんランク。ユーお前出てねえんだよ。ユーヌーブみたいな。ヒールしろよ勝つ。関係ねえよっつって。はあ。はい。変わっちゃったよ。普通に面白いなオーバーウォッチ。面白い。神ゲー。なん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 。どこいる？敵？いたー、すぎー。やばいな。豚か、豚かってしっかりかもな。いや、オリーサ勝って。いや、オリーサ強え、なんか剣オリーサキャッチですよ。あー、豚死んだな、これ。オリーサやれるな、これ。こいつやった。ナイス。パレットも欲しい。パラでいた。行こう行こう。俺前行くわ。前行きすぎだろ俺。いやでかいね。取れるか。え、何それ索敵って。離婚じゃんそれ。相場オリサやろ俺これ。
クワッツ。ナイス。なんか上いる。ファラファラファラやれ。ファラファラやってる。あしあや。オッケーオッケー。もう報告ひどすぎよね。やったやったしか言ってないもん。わあザリアか。いたリターボルテコーダあやばい。ザリアがめちゃくちゃヘイト買うようになったからあいつすぐ100回あー行く最初はねなんかぬやったほらトルピオのタレットに死んだめちゃ M いいなと思ってタレットあ死んだもう何やってんだお前打ち方はじめ俺とキリコだけに使ってきたんだけどザリアのウルト2人に使うあーこれまずいっすね。我が敵を喰らえ。え、それ。パラパラパラ。壊した？パラやったパラやった。ザリアやった。パルブレド。やったやった。あとモイラモイラ。あいつジャコ一応ねファラファラいるファラやったファラやったあっつついてータレット多いな。ザリアやるザリア。やばいヒール届かないそれゴリラ。ナイス。ザリアやるわこれ。いやザリアしつこいな。いやだいやだそれそれそれおいそお前死に際の死に際のいやきついなファラファラがしんどいなもうファラやったあうちもファラ出したあ、やべえ、俺死んだおいおいいや、うぜえザリアめっちゃ硬えなザリアクソ硬え後ろ回し、後ろ音回しがどう、ほともろあ、ヒールプリーズまだやった、あの上のやつやばい。ザリアザリアザリア。やったやった。で上マーシーと。やったやった。バラでいた。マーシーの蘇生だけ注意。やったやった。マーシーやったマーシーやった。あ強い。ハムやばいお前それ行き過ぎ。葵みたいなことしてる。そう。いや押せるっしょ。いや、かけるそこでいい。ああ、いいね、それ。
パラやらパラ。ナイス。ダメだ。ダメだ。あー、強い。前強で。お、惜しくやった。チル、やば、チルが見えない。なに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 。ペラの戦法効かす。あれ、ルシオがうぜえな。うん、え、なんかウィードいね。何か。パラできる。いやー、ごめん。キモすぎ、ザリア。いや、耐えてほしいな。浮いてー。どんまい。もう大丈夫だ。もう立派に帰れば。蹴りが足りなさそうだったから、とりあえず。上のやつうぜえな、あれ。タレットうざ。マジで？ポルペやった。疲れてる。ガチ？ザリアだと。いやー、うぜえやんな。ルシオもやった、ルシオもやった。ポルペコアだー。いやー、おしっこマジに発射。いやー、あと30秒かー。きそう。いや、ここ取ったらでかいな、これ。え、やった、トルピオン、トルピオン。大丈夫、耐えてくれ。あと1枚、たぶん。強い。おらおらおら。あー、でかい。繋いだわ。ザリアのウルト弱くなったね、でも。なんか。何がちょっと。うん。ペイデキのゴール。あ、キモすぎ。これ何もしないけど。あー、キモすぎ。あー、キモすぎ。ああ、キモかったわ。キモすぎ。凄まじき力しかないんだけど。金メダルとかなくなったんだ、俺。そうだね。1万ヒールもしたのに。エイム力でゴリ押すのが一番。アタッカーも面白そうだね。ライバルプレイ。ああ、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤ、マスター、グランドマスター。プラチナぐらいから治安悪そうだよね。いや、悪いと思うよ。ゴールド内容が暴れてたけど。ゴールドもひどそう。いや、おもろいっす。いいっすね。普通に面白いっすね。パンクが一人になってたから、うん、なんか急展開するんだろうなって思ったら、そんなことなかった。いいっすね。どちらかというとパンクが二人いた方がやばかったのかもしれない。うん、本当だ。ドゥームフィストがなんかタンクになってる。近接からさせ殺せんのか。ない、スカイミッシュって。あ、これが新しいキャラか。
あこのクソクソ強いこれこんなん誰でも強くねこれガチで行かれてる誰でも強くねこれえ、なにこのシフトなんかカービンみたいなのがリコイル弾を100まで貯めて右クリで殺すあーなるほどね 1位だと弱いんだそうそうそうでもこれ射撃だから弾減ないんかあ、そういうことかあーなるほどね、把握めっちゃ強くて草めっちゃ強くねガチ強いそいつアタッカーやると大体そいつ取られるソルジャーより強いじゃんこれだからキャスティがゴミですマクリーでしょそれキャスティいやもう名前いいよもうそいつウルト何これえ何これもうビールがすぐマジうやばいってそれはガチで行かれてるこれ使ってればゴールド余裕でしょえしかもダメージ距離関係ないんだこれ減衰はない強よヘムロックじゃんこんなヘムロック例えるの弱くないエペアやってないんだあエペはほとんどやってないよ俺一人でソロダイヤまで行ってるのになんでまだやってるのお金入れちゃったから捨てきれない終わってるわその理由でやってるえ強くねこいつとりあえずトンブラが強いからこの状態でハックできるのか行かれてるえ、めっちゃ強いマジでこれ 50% ぐらいで撃ってもよくねだってまあ、いいね 100% で適当に撃っとけばなんか頭とか適当に入ってワンパンだよねこれ後ろにヒーラーとかなんで死んだんっていうレベルにしようかトンブラがマジで強い。すげえ。あっ、すげえよ、マジで。いや、マウスの今でもね、レベル上がったな、俺。さすがにバロやってたからそう戦いだったうんうわじゃあバロは違うところに生かされたスライディングしながらジャンプするとめっちゃ高く乗ってるしなんか別に精度も落ちないね銃のそう強すぎだろあやばこいつ絶対ナーフ来るっしょ来るだろうね。で、あとなんだっけそれ。あ、いいスキル初めて使ったこれ。何これ。このところに敵が入ってると継続ダメージ。え、強っ。え、強いっすねこのキャラ。そうだから敵が例えば入ってきそうなこういう空洞の入り口とかに。あ、ダメージも食らうのこれ。ここに置いておこう。こういうところにいい置いておいて。あ、なに置き爆弾みたいな C4 みたいな置いとくと、その、ここに入りづらくなる。ダメージが。ああ、痛い。ああ、そういうことか。強いっすね。だから、タンクが減ったっていうのもあって。うん。電磁がめちゃくちゃ自由に動いてる。ああ、やっぱね。
強っ。やばすぎだこれ。あーやばいなマジ。やばいね。それじゃ使えるんだ。それじゃねえや、そいつ。なんだっけ、源氏か。壁走りみたいな。ジョニーの相棒源氏だからな。あ、一応ジョニーオーバーウォッチはやってんだ。この間みんなにやらした。シュンも案外面白そう。やりたいね普通に。せっかくね2になったからね。チューンは完全にもう普通から見るんだから。まああのあれよな、覚えることが多いよなこのゲーム、まあね、それだけ。うん、だそれ思うと青い頑張ったよな。2日ぐらいで叩き込ませたもんな。え、強えこいつ。アタックこいつだな俺。ちなみにこれ重なるんかな。あ、それは思わんねや。100にするわ。あ、1枚だ1枚。さすがにね。さすがにか。うん、あっち重なってるところでちょっと重なる。え、そうだから重なる瞬間だってねえか。重なる瞬間。こいつがこれふざけんだよこれ。どんだけ待たせるんだよ。またこれ解除。あ、また解除したい。おい。解除してまたやった方が早いんだもん。いいよ、もうすべてにしょ、すべて。そうだ。これ逆にフルパでやったらとんでもないことになるでしょ。何が？え、九待つの。ああ、とんでもない。あ、でもフルパーじゃないんか今。そう、4人だから逆に1人するだけか。あ、じゃあ今2分も多いしな。そうか、でもマジで最近は早寝早起きですよ僕。やっぱもうね、夜中の2時までゲームしてたのがありえないですね。そんな早くん。いやもう12時には寝てる。もう終わっちゃった寝ちゃう。いや無事今日は休みだからさ、明日明後日。ああすげえ。もう次の日仕事の日はあんまやんないね。めちゃくちゃ漫画を読み漁ってる。夜更かしの歌見ろよ。何それ。夜更かしの歌 YouTube？ちょっと前、てか前にアニメやってた、前期に。アニメなんだ。前期にアニメやってて、漫画もある。あー、こういう感じの、おーね、かわいいね。お、夜更かしの歌、面白いぞ。おー、絶対見ないやつだな。いや、そう言いながらコードギアス見たじゃないですか。全部見たん、結局。見てないね。あー、見てないね、じゃあ。いや、今はワンピース見終わって見終わった、うん、まあまあざっとね、あのドレスローザ編からワノ国編まで全部見た。あのみんなのね話についていきたくて。そしたら4校とかの話はジャンプだった。そうだ、ルフィが4校になったの、ね、もう黙れよ。今ドクターベガパンク出てきた。お、黙れよ。スマイルだろ。スマイル。ドクターベガパンクなんか8人ぐらいいるし。ドクターメガパンクってあれじゃないの？ローとかじゃないの？違うよ。スマイルとかじゃない？ドクタークラウンじゃないの？違うよ。ドクターメガパンクは違う人で。あ、人の名前？そうだよ、ドクターメガパンク。適当こいてんだろ、お前。いや、本当だって。バギーが強いんでしょ？バギーはクロスギルドっていう。お前全部言うじゃん、お前さ。お前さ。クロコダイルを3回につけて。あ、そうなんだ。そう、体型狩りしてる。へえー。クロコダイルもまあ出てきてるよね。なんか牢獄にいたんでしょ。クロコダイルと見た。てかクロコダイルは女らしい。え、元男じゃないの？性転換いう説が出てる。
おい全部言うじゃん。死ねよ。チェーンソーマン見ないの？チェーンソーマン。あー見たいね。見てない。え、でも今ブリーチ読んでる。チェーンソーマンおもろい。ブリーチ今頃ブリーチ読んでる。ブリーチマジか。え、見てないの？ブリーチ俺全部見てたね。あ、だから過去でしょ本当に。だから、うん、全然覚えてない。もう8年前とかの話でしょ。そうそうそう。俺は今1巻から読み始めてるから今38とか。それはやばい。いやいや、そうそう、面白い。いや、だって10月から、あれ、アニメ出るからね、ブリーチ。あ、そうだ、千年結成編ね。あ、それが漫画でいう50巻。いや、もうそれ最新話やなって、最終章だよ、これ。え、でもな、74巻まで出てんでしょ、まあね、最新巻は。だって最終章でもう全部終わらせるんだよ。あれ。ああ。アニメで終わらせるタイプね。終わらせるっていうか終わりまでやるんだよ最初。強すぎこれ。強いね。カトリングバツーカスパイファミリーも漫画は読んでるからな。あの未来見える犬のところ。あ、犬。いや結構前だなそれ。俺も9巻まで読んだからな。ファミリーも最新話まで多分。いやでもあれアニメだから面白いね。漫画まあ。あと何見たんだっけな。あれ見ないの？参りましたイズマ。見てないな。いやまだねマイナーなの見ててないんだよね。いやマイナーじゃない。出た。呪術廻戦は見た。呪術廻戦今おもろくねえかな。もう全然話わかんなかった。話わかんなくなっちゃった。なんか前満喫で13回ぐらいまで読んでたから13から14から借りたつもりがなんか死んでた誰か。釘崎が死んでた。あ、死んでる、ね、あれもう生き返んないの？もうあれで終わりなん？一応てるのかなってぐらい。なんかナナミも、まだ最新でも出てない。ナナミも死んでるし。ナナミ完全に死んだ。あ、そうなんだ。完全に死んだからあれ。お前殺すぞ。いやいやもう分かるだろ。さすがにあいつは死んだ。さすがに死んだが。さすがに死んだ。あれはなんかマグロみたいなやつ。マグロみたいなやつ。名前がなんだっけ。顔顔シグロ。シグロじゃないよ。すごいし。火の技を使う強いヴィラン。ヴィランじゃなくて。ああ、敵ね。死んだね。へぇ。あれもあれで散ってる。つくな、この戦いで。へぇ。不吉の具現だ。でもまだ東堂生きてたね。虎杖と。まあ、でもほぼ死んでるようなもんだけどね、東堂。なんか手叩くだけだもんね。でもう右腕なくなってたしな。その手がないから。ああそう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 。だから東堂は領域展開するしかない。ああ真人、真人もなんかいなくなったよね。誰が真人？あ、真人も、真人は食べられたと。あ、そう、なんかあいつあの全て悪い人に。誰だっけ、全財じゃなくて。そうそう。なんか お坊さんみたいなやつ。あ、そうそうそう、元五条のコンビ。で今獄門教に閉じ込められてる。あ、それでそう、それを助けに行ってなんかポイント制になってた。そうそうそう。で、はい、あれの最後の敵っていうか、この五条先生を解放させてやるけど、うん、あの解放させてやるには最後打点っていうやつを倒せばいいって。あ、そう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 、それ探しに行ってる話だった多分。打点っていうのが、いやそれ俺だよっつってスクラが出てくる。いやお前死ねよ。あ。お前それ絶対ジャンプだろ。あ、絶対無理だろ。追いつけないだろ。ジャンプだね。勝てんのそれ。無理じゃね。いや無理無理、今のところ絶対無理。呪術廻戦もなんか迷子になってるよな。なんかだいぶ迷子。面白いって何ね。んだよ、どういうことだよ。おい、お前と久しぶりに話してるだけじゃねえよ俺。本当だよ。
投げるんだ。あ、忘れてた。今日はやんないの、ジョニーたちと。なんか、シュンが寿司食ってるらしい。食いに行ってんだ。そう。うわ。ほぼ毎日やってんの、まだ。ほぼ。すごすぎだろ。ほぼだね。ガチほぼ。ガチほぼ？そう。上。上。あ、俺がプラチナか。おもろいな。うちは別に強くない。普通。でもなんか声めっちゃ出すんだよね、あいつ。ノーランの時。だからもう葵はすごいよ、マジで。久しぶりにやるけど、たまにやるけどね。1ヶ月に2回ぐらい、なんか、向こうから電話してやるけど。そんなもんなんだよ、俺。俺、ゲームマジしなくなったもん。PC はもう YouTube を見るためだけの、あの、コンテンツとかしてる。ごみすぎる。ニュースとか見始めたもん、もうテレビとか。昨日テレビ見るところまで俺、折ったらおしまいだな。なんでだよ。お前のゲームの下界に引きずり回すな、もう。おしまいだよ。お前は戻ってこれない。もう戻りたくねえよ。最初の社会人時代ももうそうなんだよ。ああ、そうなんだ。いや、適度に遊ぶのがいいですからね、ゲームは。あれ、ガンダム見やんか、ガンダム。見ないっすね。あ、見ない。ゲームはやってるからキャラは知ってるけど、アニメは見てないっていう。俺も全く見てない。ジョニーは見たんかね。なんか1話から見るとか言ってたじゃん。ね、めちゃめちゃガンダム見てる。気持ち悪い。1話からしてる。今期のなんか水星の魔女って新しいガンダムがあるんだよ。水星のシャアじゃなくて、うん、違う。水星の魔女っていうガンダムがあめっちゃ見やすい。あ、で、アニメ？アニメ、アニメ。おい。サーバー落ちてね？これ。ふざけんな、何の時間って返せよ。ツイッターで見るわ、オーバーウォッチ。できてるこれ。さっきできてたじゃん、俺ら。そうそうそう。楽しいとか言っててやってたじゃん。返せよ。マッチしないの言ったよ、これ。いや、31秒前に、うん、やっぱりザリア強いわってツイートしてるよ。俺だけこのマッチって。まずお前がアタッカー選んでっかんじゃねえの。いやでもアタッカー2位選べるもんね。アタッカー選んだって2分以内で。俺ら多分30分ぐらい待ってんじゃねえ、もう。待つだけでも30分ぐらい待ってる。クソゲー。いやもう、あれで、あれでやるか。じゃあ。何？あの、全部のやつ。最終手段。全部のやつで待つ。これだったら早いだろ。早くそれやれよ。これでどうする？ 1 分とかでマッチしたら死刑ね。落ちてないわ。落ちてない、生きてるよ。いや、みんなマッチしてるわ。なんなん、知らん知らん。なんだマジで、うんこがよ。おお、怖い怖い。ここが好き。もう俺が今ロールやったらもううんこだろうな、多分。いいね。多分アプレイエグいことになってんだろうな。多分。え、何ヶ月ぶりだって。黒の騎士団を脱退してから。もう4ヶ月ぐらいやってないの、たぶん。ちょうど限定スキンとか出てたけど。え、チョアス？チョアスは何も触れられ。じゃあどうでもいいです。チョアスはうち。ふざけんな。チョアス。強かったんだよな。落ちた。結局強いけどね、チョアス。ああ、まあ、B プラぐらい。ああ。しーぐらい。辛口。なんでお前希望を持たせた俺に。いや、瀬戸の方が後で来てる。
え、まだミッドの瀬戸は流行ってるの。そう、ミッド瀬戸なんで知ってんの。知らねえ。スタン見とか見てるからな。ゲームはやってないけど、動画は見てるからね、ちゃんと。配信者の。ふふふ。開けちゃった、このゲーム。クソゲーや。うんこじゃん。マジで間違っちゃったじゃん。ふざけんな。いやいや、俺じゃないでしょ。そういうことだよ。そういうことだよ。いや、俺もうマジパチンコも足洗ったからな。完全に足洗った。もう本当にやってない、マジで。あれから。あれからっていうか、いつか分かんないか。あなたと打って最後じゃない多分だから。ああ。いや、本当に。2人で、もう1人で行ったことないね、もう。誘われたら行く程度。行かないです。なるほどね。お前がどんなにあがこうは行かないです。よいしょ、変わっちゃったな。あ、終わりだ。つまらない人間になってしまったよ。俺はもう普通の人間に戻ったからな。今でも2時間睡眠で俺。早く死ねよ。お前それ体壊すってガチで。いや、もう俺はもう何も言わない。お前はそれでもうここ何十年生きてるから何も言わない。まあ、え、1週間ずっと2時間。あ、まあ土日はちょっと寝てると思うけど、そう、ほぼ2、3時間とか。やばすぎでしょ。体壊しますぞ、あなた。壊したね。あ、壊した壊した。え、ここ最近ちょっとやばくなったの。そうそうそう。おぉ、何、仕事熱がバカ上がったんだよね。あ、朝行こうとしたら。そう。おぉ、まあ、出勤したけど。おぉ、そうっすか。え、で、結局どうだった。コロナとかじゃなくて、なんかもう本当に寝不足で。シンプルに体調不足。体調管理不足。え、社会人みたいな用語使って。え、で、治ったのすぐ。ああ、すぐ治って。ああ、まあ、寝たらって感じ。まあ、そんなもん。ゲームで体調壊したん。おかしいって、さすがにおかしいよ。さすがにおかしい。一回落とすわ。ああ、再起動。ああ、このゲーム自体よ。そう。俺も一回落とすわ。一回落とすわ。さすがにおかしい。いや、俺も落とすわ。さすがにおかしい。おかしいよ。いや、フレンドオーバーウォッチプレイ中になってるけどね。いや、俺もやってんだよ。